はい、皆さんこんにちは。一岡元気です。はい、エビちゃんです。はい、今日はですね、音の実験をやろうということで、すごいゲストをお呼びしまして、実験やっていきたいと思います。なるほど。こちらの方々です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、ありがとう。ありがとう。坂田とお待ちです。よろしくお願いします。はい、エビちゃんめちゃくちゃ豪華ですね。ドキドキしてます。いや、僕たち科学をみんなに楽しんでもらおうと思って、実験をいろんなところでやってるんですけど、やっぱ科学も音楽みたいにこうね、楽しめたらなと思って、なんか皆さんとコラボすることでより科学を楽しんでくれる人が広がったらなと思って、ちょっとぜひお願いしたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、すごい装置がありますね。そうですね、この装置、はい、こちらのクラドニ図形っていうものを作る装置なんですよ。クラドニ図形、はい、この下見てもらうと分かるんですけど、スピーカーなんですよね。はいはいはい、はい、で上に板が乗ってるだけです。なんか音を出しますよ。スイッチオン。お、すげー。これ何が起きてるんですか？あのですね、これ音っていうのは全て振動なんですよ。例えばこう手を叩けば音が出るのは手が振動してるから、こうやって机叩けば振動してるのは机が振動してるから、なので今これ音を出すことでこの板が振動してるんですね。はい、はい、で振動している部分はよく震えるので潮が逃げていってしまう。で振動していない部分、潮が集まるっていうことなんです。はい、でまあ二次元ですから、こっち側の振動とこっち側の振動が合わさってこういう模様が見えるということですね。すごいやん。じゃあ今の音を変えていきましょう。今の音が、いや、すごいや。すげえ。そうなんですよ。なんで、まあ、うん、低い音だとゆっくり震えてるので大きな模様、うん、高い音だとこう細かく震えますのでね、小さな細かい複雑な模様になるっていうことですね、うん、でこれ声でもできるんですよ。マイク通してここにスピーカーにつないであげれば、はい、自分の声の模様が見えると、うん、お手本ね。お手本、はい、お手本、お手本、はい、いきます。マイク入ってないです、ね、あれあれあれ、もうちょっと全く触れてないですね。マイク入ってないですよ。え、これはちょっと事故ですか？何を事故？接続の問題かな。いや、入っとる。あ、出てない。だから出てないってなんか言ってるでしょ。あ、ね、ちょっと待って。接点不良かね、これね。お待たせしました、治りました。はいはい、はいはい、こんな感じになります、はい、人の声いきます。あー、すごいすごいすごい。お花みたいな綺麗な形ですね。ちょっと皆さんに声のアートをですねやってもらいたいと思います。はい、はい、わかりました。お願いします。お願いします。はい、じゃあ1番いこうかな。で、せっかくアートにしたいので、ちょっと自分で砂をちょっと色を選んでいただいて、じゃあ赤色、赤色とピンク使いますか？だから自然ね、ちょっとこんなに盛り暖色大丈夫です。ね、それ、はい、あ、はい、あー、え、イエーイ。おー、綺麗な花っぽいですね。あー、確かに花っぽい。西洋レバーとかに。できた。以上です。はい、意外とね、くそ。
日本ですね。うん、おお、オリンピックに向けて。はっはっはっ、へえ。今までで、ね、高い音の中で一番綺麗でしたね。おお、高い音マスター。お、マフマフが火がついた。確かにマスター めっちゃ綺麗じゃん。そうですね、皆さんのやっぱ声は綺麗だったので、いや見た目見る見た目綺麗、さすが。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございま す。はい、ということでね、今回音の実験をねやってみました。他にもね音の実験いろいろ応じてできる実験も紹介してますのでね、ぜひチャンネル登録していただいて他の実験も見てみてください。はい、あとまふまふさんのねチャンネルの方でも実験一緒にやってますので、ぜひ、説明欄から見てみてください。よろしくお願いします。バイバイ。